家に残ってるだけです。いや、なんで無視すんのよ。なんで無視されたと思う。日頃の行いじゃない。前回寮のチェックでだらしなさを指摘されたエンマ、執行部として仕事を完璧にこなすことを課題とされた。ノア。営業終了後、エンマがノアを探しているようだ。話普通に聞いて。待って、俺はさ、トイレ案内中だよ。案内中にガッて腕掴まれて、シミバースしておかしくないっす。それだったらさ、お願いするじゃん。俺がお願いしたときに言えばよくない。しかも行かなくてさ、お前なんで行かないんだ。バーンって言って、もう行けや、行けやは言ってないけど、そんな感じだったじゃん。で、仕事を振ったが無視されたエンマ。一方、ノアはお客様対応中に強い口調で指示されたことに納得いかなかったようだ。言い方が落ちたかった。意味わかんない。あんな切られるのだから俺は切れた。無視していこうとしたら、いやちょっとちょっとって言うでしょ。なんで無視されるのか分かんないし、それ言えばよかっただけの話じゃない。それで言えば他の人にも触れたし、しかもキラさんも言ってたじゃん前に。だからなんかそういうのなんか後輩に頼んでいいじゃん。俺とかじゃなくて、俺しかもやってたし、その時。でそれは俺は知らないわけ、その案内してるっていうのは。でそれ知らないでいつも裏でサボってんじゃん。それを見てるからさ、待ってたって思うでしょ。キッチンに溜まってるし、まあ、ノアだけじゃないけどさ。俺は別にその、なんかその頼まれるのは悪いと思ってないよ、別に。ただ言い方に怒ってるだけ。メイン、どうしたの。二人の言い合いに気づいたライトが仲裁に入る。あれね、ノアからしたら俺は今やってることあるのに、なんでそんな言い方するので、エンマからしては、何もやってねえだろうと思ってからなんか掴んで、いや、やるよっていう風に言ったっていうこと。言い方に怒ってるだけです。で、なんで無視すんのよ。俺やってんのになんで言ってくるのじゃん。けど、多分エンマからしてもそれを多分聞いてないし説明されてないじゃん。で、別にやってる時に言われるのもいいんですけど、言い方が、言い方にだけ俺突っかかってます。それは多分お互いじゃないんですよ。エンマも言い方が悪かったけど、その時にノアがいいって言って振りほどく感じでどこ行ったのかな。エンマは仕事振る立場じゃん。だからそれでエンマはエンマで、いやこっちが振って、なんでそんな言い方されるのっていうので、多分お互いそこですれ違いがあったのかなって俺は思うんだけど、そこはエムがお前仕事今してねえだろみたいな決めつけをしちゃったところも悪いではあると思う。けど言わなかったのはノアじゃん。俺今何してるから、言い方どうだとしても今何してるからってパッて言えば、多分エムもちょっとイラッとはしつつも、めっちゃいいわって多分なると思う。他の人に振ったと思うよ。GA してるのちょっと聞こえたし、それに関してはお互い様な部分もあるのかなと思いつつ、あの今の話で何か俺止まれる気しないのですよ、今聞いた感じ。日頃からだって正直俺信頼そこら辺に関してはない。でも普段もそんなの怒んないですよ、うん、日頃も置かないとお前信用ねえよって今言われてるわけじゃん。っていうのはなんだろう、メンバーのこと見なきゃいけない、自分の仕事をする立場っていうのもあるから、そこはノアも理解しなきゃいけない部分だし、エマもエマで、まあ、多分今回の件に関してはじゃあノアは何かやってた仕事を任されてただからそっち優先にしてできなかったっていう理由があるし、そこの部分に関してはエマも普段の行いっていうので決めつけて言っちゃったわけ。お前どうせ何もしてねえだろみたいな感じで、でもお互いのその部分じゃない。ノアはノアで普段から信用がないっていうのは、それはお前の行動だし、今までの積み重ねだし、で、今回のに関しては決めつけるなよ、お前って言って言ってるんでしょ。だったら、まあ、決めつけられない行動を今後取れればいいし、でもに関しては今回の件はじゃあ俺の勝ちになってごめんねで俺は済むのかなと思うし、今後に生かす話し合いだったら俺別に今言えようにも何でもいいと思う。別に手出す気がない。この後も口論は続いたが、結論が出ることはなかった。この件に関しては、ツイッター俺が預かって、マウスに報告して、俺でも判断できないからさ、そのエンマみたいにメンバー管理する立場でもないし、で、ノアもノアで、エンマの立場分かんないし、エンマもノアが今日何してたのかも全部は把握できないよ。マウスに報告して、ちゃんとその上で話せばいいんだよ。今一対一で話してても、お前ふざけんなよで終わるわけじゃん。
今後の言い方だけ気をつけてほしいだけですね。うん、それに関しても、エマの後ろで今すぐに多分イエスって言いたくないな、気持ちが顔に見えるから、うん、そういうのも全部含めて、ちゃんとゆっくり待ってじゃん。今、ここで話してる、今、真央さんもいないし、やっぱそこは判断代表に委ねて、2人の納得できることを出してくれる。後日、真央代表にエンマが呼び出される。お疲れです。ライトさんから聞きました。ノアと揉めたんでしょ。そうっすね。どんな感じだったの？ライトから聞いたけど、まあ、エンマ的視点ではさ、どんな感じだったのかな。的には普通に仕事が民間に入ってきて、はい、あの一番近い人に待つ頼むので、すれ違った人に仕事を振って無視みたいな感じで、違う人にこうしたら、ちょっと待ってたら、めちゃくちゃ怒るみたいな。ああ、なるほどね。っていう見え方でしたね。まあ、仕事頼んだら、返事ぐらいしてもらわないと困るしね。そうですね。なんで無視されたと思う？言い方きつかったと言ってたんで、正直そこまでの一個一個覚えてないんで、それはまあ他の人にも言われたことはあったんで、そうかなとは。まあそれなんだろうけど、積み重ねなんだよね、絶対に。だっていきなりさ、仕事頼んで無視されるなんてありえないじゃん。そう、普通に考えて。積み重ねでしかないんだよ。今までの何かをしてきたわけよ。きっとノアに気に入らないことだったりとか、納得いかないことを繰り返してきちゃったせいで、もう聞きたくもない、話したくもない、仕事もられたくもないって状態になっちゃったのね、多分。普段から言い方きついって言われたわけじゃん。一撃で人の信頼を勝ち取るなんてことはできない。信頼って本当に何でもないような日常の積み重ねなの。怒られようが甘やかされようが、自分のためになるようなことをしてあげられてるかって話なの。売り上げだってそうだし、まあ仮に一撃でじゃあ1ヶ月で3000万売りました、もちろんすごいし最強じゃんってなるけど、じゃあ次の月全然売れなかったりとかして、そっからじゃあ1年ほぼ売れなかったりとかしたらさ、信頼はないわけじゃん。すごかったなで終わるだけで、継続なんですよそこは。後輩とのその人間関係なんで特にそうだし、日頃の行いじゃない。それはエンマが悪いことをしてきたってわけじゃないと思うけど、ノアに対しては悪いことだったってことなんじゃない。確かにそうかもしれないです。エンマがここまでノアに厳しくするのは理由がある。たびたび裏でサボっているノアに指導していたからだ。俺がそこら辺ちゃんと注意してって言ったし、まあ執行部としての仕事なわけだ。裏にサボってることじゃありえないんだけどね。俺は許せないタイプ。俺も許せないよ。ちなみにめちゃくちゃ許せないけど、ただただ毎日怒っててもうざいのよ、向こうからしたら。ホストなんてさ、特にそうじゃん。数字出せばいい、結果出せばいい世界なわけじゃん。まずはどんだけサボろうが結果出せばいいでしょって考えの人はやっぱいっぱいいるわけなの。あなたからしたらもう異国の文化すぎて理解できないかもしれないけど、でも言えるっていうのはすごいことだよ。言いたくないんだよみんな、嫌われるじゃん。実際今ちょっと嫌われちゃったりとかしてる時もあるわけじゃん。そうふざがられたりとか、その分そいつのために何かしてやってるね。それ以上になって帰ってくるからか、上げ足取られないぐらい完璧にこなすから、その人の前では完璧にいる。どっちも試してみます。まあどっちかか両方できたらいいよね。そうやり方的には、まあ、言い方きついってめっちゃ言われるじゃん。そうきつく言う必要ってないのよ。俺も結構使い分けてるんだけど、きつく言うときって何回も同じミスを繰り返してるからきつく言ってるじゃん。あなたは俺がきつく言うときってのはそういうときじゃないんだよ。刺さるときに言わなくちゃ意味ないよね。たるんでるときにさ、やれよって言われてもやらなくない意味ないってそういうことなのね。気持ちを引き上げなくちゃいけない、一回寄り添わなくちゃいけないときもあるし、相手の気持ちを理解してあげなきゃいけない。そこが足りてないんだよ。なんでこいつはサボったんだろうって考えたことあるの？ないっすね。でしょ？ないっすね。そう、まずそこなのよ。まず弾くじゃん。まず弾くことをやめて、考えて、聞いてみてあげたら。まず一回聞いてみよう。聞いて考えた上で、話してみよう。それするだけで多分めちゃくちゃ変わってくると思う。わかりました。だからそれはできると思うよ、今。心の余裕を作る。自分の考え以外は敵だって思うよ。もうやめた方がいい。決して簡単な課題ではない。しかし代表自身がエンマの気持ちを誰よりも分かっている。ちなみに俺は昔そうだった。
そうなんですか。自分が全部正しいと思ってない。正しいことを言うのが正義じゃないの。間違ったこともしなくちゃいけないときは、あえて。むずだろうね。カチカチだもんね、頭。許すのってむずい。心の余裕を作ってください。それをしたときに絶対一皮むける。そして信頼も勝ち取れるし、うまく回るし、頑張っててください。悩んでください。そうだね、めっちゃ増えたと思うんですけど。うん、オッケー、全然いいよ。頑張れ。はい、頑張ります。これでありがとうございます。はい。平井からです。はい。あ、じゃあおしぼりを渡すときは、こうやって開いて渡します。はい。後日、新人を指導するエンマの姿があった。またある日、内勤の相談に乗る。で、今言うから。あ、いますね。って言う。じゃないと無理。動かない。みんなお酒入ってるし、後回しにしようって話をくれたり、トイレ行ってからとか、グラス取ってくるとか言うから、あ、俺グラス持ってくんだよ理由潰した方がいい。トイレはさすがに行かせた方がいいから、巻きでっていう。グラス取ってくるは俺が取ってくる。何事も心の余裕を持つことを心がけてから、表情や話し方に変化が見えた。そしてノアとも話し合い、今回の一件は解決した。彼が執行部として成長していく姿を今後も追っていきたい。